私の名前はクォーツ。ミカに出会ってからもうかなり時間が経ってる。消えたはずだったシードもまだ消えていない。ボスに出会ったのはあのレイヴンクランのガンフォーというクズ野郎と戦った時。悔しいけど私一人では奴を倒すことができず死にかけてたの。その時私を助けてくれたのがミカ、つまり今のボスだった。ボスの隣には大きな棺桶と2本の拳銃を持ってる暗い男も一緒だったの。エル・アルカンヘル、ボスが率いてるシード破壊組織よ。ボスに命を助けてもらった縁で私も一員になったわ。もちろんレイヴンクランに対する復讐心もあったけどね。ってわけで今まで私たちはシードの供給を止めるために努力してきたの。ボスと探ってるうちにシード工場がスカムランドにあるってことが分かったわ。スカムランドっていうのはレイヴンクランが完全に掌握している島の名前よ。レイヴンクランはガンフォーたち4人の幹部が運営している麻薬組織、合法的な企業だとか言ってるけど世界最大の麻薬組織だっていうのは公然の秘密よ。イエンセン・ザ・ブーストマスター、レイヴンクランの幹部の一人、香港で目撃したという情報があるわ。刀で人を切り刻むのを楽しむ残酷なやつよ。なぜかずっと前からグレイブをひときわ殺したがってるみたいなの。ビッグウーシェン、魔女だと呼ばれてる女、彼女もレイヴンクランの幹部の一人よ。死の歌を歌うと言われているけど実際どうかしらね。噂には尾ひれがつくって言うし当てにはならないわね。トーロンティ、クソジジイよ。見た目はただの老いぼれだけどなんか怪しいのよね。そう、特にあの杖には気をつけた方がいいと思うよ。そしてガンフォー、こいつのおかげでボスに出会うことができたんだけど、こいつのせいで私の腕には異常が生じたの。まあ悪いことばかりじゃないけどね。ボスとあの暗い男グレイブは今スカムランドに向かってるの。もうすぐ連絡が来ると思うわ。その時まで私も本部で様子を見てかないと。いつ私が必要になるかわからないからね。ここは片付いたよ。了解ボス、チームがそっちに向かってるわ。私もすぐ合流する、気をつけてね。私はチームと合流してからウォールを攻撃する。敵を殲滅してそのエリアを占領して。クレイブ、気をつけて。ワサキンが復活して暴れてる。
標よ。驚くことになるわ。これでレイブンクランもビビったはず。ミッションはスカムランドの中心にあるノーマンズゲートよ。遥か上層にある。途中で奴らをやっつけるのを忘れんなよ。大丈夫、ひどい怪我。分かった、今から多くの敵が向かってくるわ。全員脱出するまで奴らを食い止めて。私たちは町の反対側にあるシード倉庫に向かう。みんなが脱出した後はここにある全てを爆破してもいいわよ。奴らの装甲車を使うわ。チームはほぼ全滅なの。脱出ポイントで会いましょう。奴らついに作り出しやがったな。なんとかせんと。グレイブ、破壊して、外にだけは出しちゃダメ。おう、認めてやろう。
お前がここまで来られるとは思わなかったぜ。へへ。うん。でも、わしらが待ち伏せていたとは知らなかっただろうな。当たり前だ。グレイブ、ここが貴様の墓場さ。へへ。はあ、俺にやらせてくれ。こいつにはまだ用があるんだ。だろ、グレイブ。私の分も残してね。おいおい、落ち着けって。ちゃんと回すからよ。グレイブ、お願い、しっかりして。俺の飛行船を用意しろ。ドクター、グレイブの怪我がひどいわ。香港に到着したらすぐにでも血液の交換をお願い。ああ、そうだな。準備はしておく。今は安全に脱出することだけを考えるんだ。クォーツ、ノーマンズゲートでの映像は持ってるの？新しいシードコアだった？そうなの。奴らが何を企んでるのか調べてみなきゃ。一つだけは確かだな。スカムランドに置くために持ってきたわけではないということだ。スカムランドが一つで十分なはず。これは第二のシードコアに間違いない。おそらく第二のシードコアは香港かクアラルンプール、もしくはシンガポールに行くと思うの。ボスたちがみんなパーティーにいたからね。私もそう思うわ。ボス全員が勢ぞろいしてるのは珍しい。きっと何かを企んでるに違いないわ。そうね。それについてもっと調べてみましょう。責任を取れ。二人を安定させるのはできる。だがそれ以上は無理だ。今はな、特にミカ。彼女は自分の中のシードを押さえつけられていない。もうすぐシードが彼女を飲み込むだろう。コーマ状態だと治療薬を探す時間は稼げるが、これもそんなに長くは持たん。グレイブはビッグダディのスペリオール化した DNA を使えばおそらく効くはずだ。しかしミカはビッグダディの娘。彼の DNA が役に立てるとは思えん。クォーツ、そこの血の入っている瓶を渡してくれるかい。グレイブの椅子に差し込んでくれ。空いてりゃどこでもいい。あとグレイブの状態を見ててくれ。俺は少し休ませてもらう。
電車に向かってるみたい。ミカを失いたくなければそこを絶対に守って。こんな大騒ぎだから軍部隊ぐらいは来てると思ったのに、期待すぎたみたいだ。俺の最新兵器を試せるいい機会だと思ったのによ。それが貴様たった一人とはがっかりだ。こいつをさっさと片付けて大事なお仕事に戻らないとな。いや、賭けとかどうだ。奴を殺すのは誰か。やりな。この馬鹿げたプライドのせいで危うく死ぬところだったぜ。ほぼな。俺が作ったこのカクテルと共にお前を超える。誇りに思うがいい。貴様のことを思いながら名付けたんだからよ。グレイブの最後。白い。この飛行船はベトナムに行き来していたみたいだ。しかもかなりな。何、遊びに？それかベトナムに進出しようとでもしてたのかな。正確な位置は？ソンドン洞窟。もしかしてケービングが大好きだったりして？ああ、ここに設計図がある。地図だ。建造計画、製造工場。シード製造工場？それが可能なの？スカムランド以外でのシード工場なんて聞いたことないよ。工場を管理するってことはピュアシードが操れるってこと？そうそう、おそらくこれはスカムランドから移された第二のシードコアと関係があるだろう。しかしここに決定的な手がかりはない。
いずれにせよ、ミカの治療薬を探すためには確認してみる必要がありそうだ。そうだね、ミカを連れてスカムランドに行くなんて危険すぎるよ。そうだな、早速準備を始めよう。ただの何もない空間かもしれんし、でなければ何か他に、もっと興味深い空間かもしれんな。グレイブ、そのエリアへの道を調べてくれ。何らかのつながりがあるかもしれん。この様子なら多分バレずに工場の目の前に着陸できそう。これは異縁線の飛行船だからね。好きなのか。やるの、グレイブ。二度も生かしてもらったな。また借りが増えてしまった。要件は何だ。情報が欲しいのよ。ここの裏に謎の施設があるみたいだけど、行く方法を教えてほしいの。待て、今なんて言った。シード工場？そうそう、レイヴンクランのシード製造工場。君たちが守っているあの洞窟の中にね。ありえない、不可能だ。スカムランド以外にシード工場が存在できるわけがない。行ってみたら。時間の無駄だと思うけど、この私が調べた GG2 だからね。設計図もあるのよ。レイヴンクラン、あのクズどもめ、騙しやがって。俺は本当に知らなかったんだ。俺はあんなクズどものために部下を危険にさらすような真似はしない。信じてくれ。俺はこの工場とかその裏にあるイカれた施設なんか知らないんだ。ゼルを信じる。早速借りを返してもらうわ。手を貸して。一人で行くのか。彼のやり方よ。種類の奥義は初めてよ。かなり調整されてる。
心配しないで、ゼルがボスを守ってる。おお、なるほど。奴らはこの哀れな魂にピュアシードを注入していたな。だが、一つおかしいところがある。これに何かを混ぜたか、それとも新しい種類のピュアシードを作るための何かを試していたに違いない。わからないけど、イエンセン一人で企んでるとは思えない。うん、なぜそう思う。どうやらビッグウーシェンがこれを注文したみたい。少し、いや相当の量よ。そうか、ビッグウーシェン、クアラルンプールのレイブンクランのボスな。他に誰か関わってんのか。うん、この施設の運営に関わっているのはイエンセンとビッグウーシェンの二人だけみたい。でもどうやってガンホーやトーロンティにバレずに済んだんだ。さあ、でもほらね、ここはジャングルのど真ん中、深い地下よ。だとしてもどうやってシードの原子材を持ち出せたんだ。もし他のところで持ち出しているとしたら。ラッキー、シード原子材がスカムランドに届く前に引き抜くやつがいるって分かったの。でもおかしいよ、やつらは何の報酬ももらってない。それは確かに変だな。リスクがあるのに一体誰がタダでやると言うんだ。強心と。そうか、だとしても。ああ、テストが終わった。どう仕上がったか見てみよう。この新しいピュアシードはよくできてるな。 DNA がさらに強力に結合している。だが残念なことにすぐ腐ってしまう。体内のシードをコントロールできる何かが必要だ。スペリオールが持っているような。そうそう、そういう感じな。うん、ビッグウーシェンが使ってたはずよ。確かにそうだが、それはオークマンを作るためで、個人的に使うことはないだろう。イエンセンも自分を強化するためには使っていなかった。もしそうなら俺たちが気づいたはずだ。確かビッグウーシェンは声で人を操る能力を持ってるでしょ。まるで音波、音の振動、空気圧、液体圧力。彼女はこの全てを操れるじゃん。この新しいピュアシードも操れるとしたら。さあ、不可能ではないんだが。絶対そうよ。しかも他に手がかりもないしね。クォーツ、もう二度と会えないかと思ったんだぞ。これからもずっと付き合ってもらうからね。グレイブはどこ？まだ出てきていない。まだ洞窟で私のこと探してる？私はもうガキじゃないってのに。巨大なオーグ生物が上から落ちてきて大崩壊した。そんな、グレイブは？あいつは大丈夫なの？いや、わからん。じゃあ早く戻って確認しなきゃ。なんだ、無事か。よしぞ、レイブンクランのスキャナーを一つ破壊した。格納庫にすぐ向かった方がいいだろう。
着陸できたとしてもそう長くはいられない。了解。グレイブがビッグウーシェンを探し出すには十分でしょう。さてと、とりあえずビッグウーシェンに会ったらひとまず彼女をスペリオール化させなければならん。彼女を倒したらこれで彼女の血を抜くのさ。俺たちはここで状況を見させてもらおう。お客さんね、招かれざる。あんたたちどうすればいいのか分かってるわね。女王である私を守るのよ。でも私のバカ息子たちには手に負えなかったみたいね。失望しちゃうわなんてね。これは女王自らドレスを血で染め上げなければならないってわけね。代わりにあなたの皮を剥いでもっと美しいドレスを作らせればいいんだからね。これで十分だろう。なるほど。血清が効いているみたいだ。シードのかけらがちゃんと揃い始めてる。お互い一直線に整列されておる。こんな反応は見たことないな。彼女の心臓の鼓動が正常に戻ってきてるぞ。ねえ、どうしたの？何か問題でも？わからん。ミカに何か異常なことが起きてるんだ。変わって。実はシードの結晶化は止まったようだが、
シードのかけらが不可解な方式で並び始めている。これは一体どういう現象だ。私ボスを感じる。私の頭の中でボスを感じて、まるで何かつながってるみたいに、彼女の中にいるような、彼女の一部に。今の見たか？何か光ったぞ。いや、でも感じたよ。何か凄まじいもの。どうしたんだ？すごい。今何かものすごい閃光が、どうやらシンガポールの方から来てるようです。見えますか？まだ地平線の向こうに光が残っています。なるほど。この結果を見るとわかるように、ミカの体のシード結晶が整列された。それが他のシードの分子とつながって共鳴するようになってるのさ。すべての分子をどこにあろうか。確かに、私もまだ感じるの。それがボスの結晶が光る原因かな。おそらくな。これがミカを死なすんじゃないかと心配だ。本当に何とかしなきゃヤバそうね。ゼル、シンガポールに経路を変えて。肝に銘じろ。これはお前にとって最も大事な任務だ。お前の部下で一番強い奴を連れて行け。あれを見て、全エリアが破壊された。全てがシードで覆われてる。巨大な爆発でもあったみたいに。一体何があったの？俺たちはシードに関する情報ならほとんど知ってる。だが直接経験していないものが一つだけある。シード湖はシードの源泉だ。もしかしたらスカムランドで見たシードコアがここシンガポールに運ばれたのかもしれん。トーロンティ。さあ、確かに彼はガンフォーの右腕でレイブンクランのシンガポールのボスだ。ここでコアをさらに広げようとしてるのかもしれん。そういうことね。ミカがさらに激しく共鳴している。飛行船を止めるんだ。今すぐに戻らんと。急げ。了解です。グレイブを起こす時間だ。これ以上近くに着陸することはできん。グレイブ、トーロンティを探すのよ。奴が持ってるシードコアを破壊するの。私たちはここで待ってる。正直、貴様が生き残れるとは思わなかったぞ。
これは感激だ。しかし残念だな、貴様のその努力はつまらんものだ。無駄なんだよ。おや失礼、貴様は背後に誰がいるのかも知らねえもんな。まあ、あの方にお会いできるかどうかさえ疑問だしな。あの方は望むものをすでに見つけておられる。もうすぐ手に入れるだろう。あの方はシードで世界を支配し、貴様もその世界の一部となる。でないといずれは消えるだろう。まあどうでもいいことだ。どうなるか試してみようじゃねえか。恥を知れクレイブ、この老いぼれを死ぬ寸前まで追い込みやがってよ。何のためだい。止められねえ何かを止めてみようとでも。貴様の大切なミカももうすぐ飲み込まれる。シードにな。彼女はシードが世界を飲み込むための最も究極的な武器となるだろう。無力だな。そして貴様にできることは何もねえ。さあ、もうこの老いぼれに貴様の首を落とさせてくれ。問題発生だ。ガンフォーたちにやられた。奴らにミカを奪われてしまった。すまない。俺は大丈夫だ。問題ない。大丈夫じゃないでしょう。みんな傷が深すぎる。グレイブもよ。急がねばならん。レイブンクランよりも。クズどもめ。奴らは俺たちより先回りしている。それに俺はミカがなぜ奴らに目をつけられているのかもわからん。グレイブ、何かわかったのか。そう、で、ドーロンティは何て言ったの。フーノーズフーのことよ。ガンフォーが全てを操っていると思ってたのに。実はスカムランドに関する古代神話がある。ある高位の存在がこの世に足跡を残した時、一つの島が海から湧き上がった。長い間、人々はその島に入ろうとさえしなかった。初めて足を踏み入れた人も戻ってくることはなかった。年月が経ち、島に人が住み始めた頃、ある孤独な男が島を歩き回り、人をさらっているという噂が流れた。そして中間都市構造が自然にできたものではないという説が生まれた。ただの神話なのか伝説なのか。島に初めて入ってきた孤独な男っていうのはフーノーズフーだったんじゃないのか。彼がミカの拉致とも関係があるのか。もしその全てが事実だとしたら、正直に言ってなかなか信じられん。フーノーズフーが誰であろうが何であろうが、ガンフォーとトーロンティが仕えてるやつだってのはわかる。私まだボスを感じるよ。奴らがボスをスカムランドに連れ込んだのを感じる。ゼル、エンジンをかけて。スカムランドに戻るよ。今回は空中から落とすしかない。
これ以上の接近は難しい。飛ばすわよ。素晴らしい。結局二人で決着をつけることになったぜ、グレイブ。そうでないとな、ダロ。俺らはまだ自分の価値を証明できていない。分かってんだろ。本番前の簡単なウォーミングアップみたいなもんだからよ。早速始めるけ、この死に損ないめ。真の男がどっちなのかを決める時で。遊びはここまでだ。お前がそう簡単にくたばってくれねえってことは分かってたんだ。お前の生き方じゃねえからな。でも知ってたか、それは俺の生き方でもねえ。残念だ、お前を殺さなければならないのが。お前がここまでうぜえやつじゃないのか。きっといい仲間になれただろうによ。お前の手足をばらして死ぬまで叩き潰す時間なのぜ。俺の怪物どもよ、立ち上がって使えろ。破壊せよか消滅しろ、どちらでも構わない。畜生、フノーズフィーがベアウォーケンとバラッドバードリーを復活させてる。どうやってそれができるんだ。この世界は数百の小さな声で成り立っている。哀れで弱き者たち、皆苦しんでいる。解決策は死、一つの精神、一つの意志、統一だ。素晴らしい。大切な身がただの鍵だ。彼女の命どうだっていい。彼女の意味理解しがたいほど偉大だ。未来に逆らうなら罰を受けろ。栄光に苦しむがいい。
全部終わったよ。もう安全だわ。いつか方法を見つけ出したら、きっとみんなを自由にしてあげる。分かってる、グレイブ。私が恐れていたのは今自分の中で起きていること。でももう怖くない。私は化け物じゃない。私、コントロールするから。きっと、正義の仕方を身につけてみせるわ。私を信じるのよ。グレイブ、下で何があったかは知らないけど、見事な退場だったわ。全てのエリアが塵のように消えたの。ボスの無事？スカムランドはそうして沈み、私たちは無事に脱出することができた。だけど、シードで汚染された世界が修復されるには相当な時間がかかるだろう。そして、それはまだボスの中に流れている。彼女の戦いはまだ終わっていない。
上